マンがミミックに食われてる。あー、いけー、いけー、うわー、おー、あー、歩き向き、歩き向き。はーい、こんにちは、たかしです。それじゃあ本日はこちらのゲーム3番線やっていきたいと思います。まあ、このゲーム、まあ、8番出口ライフである2番線の多分続編ということで発売されたゲームなんですけども、ちょっとなんかホラー感強いね。前回しかもタイトル画面とかもなかった気がするしな。あ、とりあえずやってみていいですか。ゲームスタート。はい、どうなんだろう。この看板が見えてる間、バイカー、エレベーターに乗るまでここでは異変が起こりません。エレベーターに乗る。あ、今回ちょっと違うんだね。家を見つけたらすぐに引っ掛けしましょうと。で、10番出口を目指す。7番線じゃないんだね、目指すのは。10と。了解です。はいはいはい。あ、それではやっていきましょうか。ニューウェイズ。いいね、これ電車あれでしょ、多分。ニューデイズのやつでしょ。あ、シフトで走れるみたい。おいおい。ちょっと8番出口すぎねえか。あ、とりあえずじゃあ始めてみてもいいかな？うん。エビフですね。エビフとメグモとオタンダ。はい、覚えておきましょう。で、あ、なんか引っ掛けた。あ、これ看板か。うんうんうん。上はまあ配線とかなってて、はいはい。で、電車と。で、まあコンビニがあって、国語、英語、数学。右クリックの拡大。ああ、これゲームの説明も書いてる。広告が。はい。で、素人、紅白の自販機。左100円ね。で、こっちが何もなし。こっちがチラシないね。広告。こっちだけか。ありがたい、ありがたい。で、一個飛ばしで広告がある。ヒョウモンダコ、カツオのエボシ、鬼人で毒の生き物だけだな。あるのが。しかも、春の触れ合い？触っちゃダメでしょ、絶対。あれ、サラリーマンがやる、前回と同じように。え、もしかして、ああ、買うわけじゃない。なんか買うんかなと思ったけども、そういうわけじゃない。ただ、徘徊してるな。うん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 。で、電車を呼ぶとかある。どういうことだろう、これ。モルタで駆動。モルタで駆動。これ多分、声優はあの人かな。で、動画、あの曲、リズムゲーム。これは本当に発売されるやつなんかな？で、なかなかゲートウェイ。あるかな？前回の舞台。なんだっけ？はいはいはい。ちょっと電車呼んでみていいですか？ほい。あ、電車がもう一回呼ぶことで、電車に何か異変があった時に分かるってことか。見逃す場合もあるもんね。うんうんうん。はい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 。こんなバスみたいな機能あんだな。今降ります、みたいな機能。うん、ちょっとプーって言ったね。ああ、これも前回と同じようにあんだね。ちょっとちっちゃいけど。前よりも。あ、下にも通ってる。あ、下も通るのね。覚えとこう。青い電車が下通る。はいはいはい。なるほど。で、その他ゴミ、新聞、缶瓶、ペットボトルと。はい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 。で、この線は左が緑で赤。まあ、内側が赤ってことを覚えとこう。で、こっち側にしかないと。左側はあんまさ、異変起きそうな場所が少ないからさ、見逃しそうだね。あ、でこっち側にもコックあるわ。押すと電車来る、あ、さっきのやつね。1回500円、まあまあ高いな。で、10億円分のお金を配りますと。なんかツイッターとかでたまにこういうのあるな。こういう詐欺っぽいの。あ、下見たら割と詐欺だ。住所とかもう全部の情報をもらおうとしてる。キャッシュカードやら。発送手数料180万円って。詐欺すぎるでしょ。3、4ね。覚えとこう。3、4番線ね。で、あ、これ監視カメラか。そういうのもあんのね。割と細かく、だから割と見ようとすると結構あるね。うん。異変起きそうな場所。まあ、とりあえず入ってみますか。おいっと。進む。ちゃんと入ったら進まないといけないよね。進もうさないと。はいはい。でもう異変起きてるかもしんないから、ちゃんと見ないとな。うんうんうん。まずこっち側は、
電車はまあ異変なさそうですな。で右側からも電車来るから気をつけないとね。はいはいはい。あ、来た来た来た。で、こっち側もでも大丈夫そうだね。なんか誰か乗ってるってわけでもないから大丈夫そう。あー、てかもう変わってる。これでしょ。これちょっとホラー感強めになってるね。人影っぽく見えてるから、絶対これが異変ですね。はい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 。まあ割とわかりやすいね。うん。俺前の2番線の時もあった気がするな、こんな感じのやつ。で、異変があったら戻るんかな？はいはいはい。なるほどなるほど。まあ、とりあえずこれで OK だよな？うん。よーしよしよしよし。幸先はいいですね。で、入ります。F を押すと。これは忘れずにしないとね。もしもん時に、襲われたりした時に使うかもしんないからな、こういうの。じゃ、これの、ここで、まあ、なんか、ちょっと何か置いてあるとかはないでしょ、電車で。電車にね。気づかないもんな、それは。普通に動体視力は追いつかないもんね。で、ニューウェイズと。あ、で、大丈夫か？じゃ、見ないと。あ、大丈夫そうだな、電車も。こっち側も。はい、はい、はい、はい。で、紅白、オッケー。あ、待って、あははははえ？これって、はははははは！サラリーマンがミミックに食われてる！なんか言ってる？暗いよー。怖いよー。暗いよ、怖いよってこれ想像のフレイレンじゃん！怖いよー。暗いよー。怖いよー。燃えねえなぁ。おじさんのその声燃えねえなぁ。あっち可愛いのいいなぁ。はいはいはい。で、次、出口3ですね。公共、これ書いてあるか、こういうのは。ここでできるか？改札内のコンビニで、そんなことするやついるかな？公共料金払おうとするやつ。はいはいはい。で、大丈夫そうか？あ、来た来た来た。うんうん。こっち側の電車も大丈夫そうだね。割と長いな。でも、こんな長かったっけ、電車。なんか電車来るタイミング違くなかった？長すぎなかった、電車。もう一回電車読んでみていい？電車呼ぶじゃない？ちょっと長、なんかタイミング近かった気がするんだよな。こんな長くなかったよな。いや、長い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 。いや、長い長い長い。これ絶対長い長い長いわ、これ。長い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 。絶対長い、これ。終わった後に来たもんな。確かに、電車。これは、さすがにそうだと思うんだけどね。あー、来た来た来た。連続で異変起きてるね。これ、異変ないときは困るな。うんうん。まず、電車通るでしょ？はいはいはい。あ、ほらほらほら。ちょうど終わるぐらいのタイミングで、確か来るんで、ほらほら、そう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 。来た来た来た。ちゃんと覚えたね。こっち側とかもちゃ、ん？あ、これは関係ないか。はい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 。内側か、オッケー。10億円分配ります。企画オッケー。ツイッターのなんかそういう詐欺オッケー。今回はないんではないでしょうか。私そう思います。行ってみましょうか。あー、あったんか。どこだろうな。おさらいしてー。で、あー、次の行き先が違うとかあったんかな。オタンダとエビフ。これあったよね、でも。オッケー。あ、あ、これこれこれ。これだこれ。これ絶対言えんでしょ。はい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 。目玉の異変ね。了解了解。はい、オッケー。危ね、これ結構見逃しそうだな、下にあると。割と目線の高さでしか見ないもんな。よし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 。出口2と。ちょっと8番出口すぎるよな、これ。色合いと、イグジットなんちゃっていうのは。うんうんうん。
大丈夫そうか？大丈夫。広告大丈夫そう。あ、な、あ、電話来たー！どこ？どこ？これ、あ、電話じゃない。火災報知器だ。まあ、誰かいたずらかな？止めてみる？わー！わー！燃えてる燃えてる燃えてる！待て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 ！待て、火災止めちゃダメだった俺！止めちゃダメだった！火を！危ねえ！火を止めちゃダメでした！避難完了したいのに止めちゃった！絶対アウトのことしたね。一般人が止めたしね、しかも。客が。しかもあんな、あれ止めれるんか、あれって。そんな簡単に止めれるもんなんかな。大丈夫と。はいはいはい。ボルタでオッケー。毒触れ合いオッケー。うん、最初ちょっと見たいな。いや。最初これ結構見逃すね。大丈夫そうでも。今回はなさそう。あ、で、26ね。うん。大丈夫かな、今回は。あー、来た来た来た。やっと異変なし来た。異変起きすぎてるもんな。でもまあ大丈夫そうか、これは。あ、待って。監視カメラとかあるよね、そういや。あー、でも大丈夫そうだね、これも。25611。これ他にあるかな？他はなさそうだね。これ大、あ、これ来た！あ、でもこっち側か！こっち側見てない、俺。26こっち側見たんだけど、15は、こっちそうだったっけ？いや、そうだった気がするな、でも。15、わー、こっち違うんだ！時間。進んでみるか、でも。あー、来た来た来た！よかったー！異変なしだったね。すむ！俺、前回、あ、来た来た来た！なかったね。2番線の時さ、俺7番線まで行くのも結構苦労した気がするんだよな。それなのに今回10は結構、鬼畜ではないか？はい。あ、でもある気がする。どうだろう。あー、来た来た来た。なかったんだ。怖いな、こんなに連続で起きないの。起きてほしいなー連続で、異変、違う、連続、って普通に異変起きてほしいな。来ないのが一番怖いんだよ、異変。そろそろちょっと起きてくれないと困るな。不安になっちゃう。はい。すみます。オッケー、どうだ？あ、1だ、起きてたんだ。もうちょっとどこだったんだろうね。結構なんかもう気抜けてさ、そう、見るモード入ってなかったからさ、ね、入ってなかったからさ、なかなか見つけられなかった。はいはい。あ、起きたー！はーい、これいけー！やっと起きてくれたなー、わかりやすく。おいおいおい、こういうの、こういうの、これでやっと俺、気が引き締まるな。うん。異変起きたと思って。よーしよしよし、オッケー！戻ろう戻ろう戻ろう。はい、オッケー！いやー、でもさっきのやつ何だったの？どこに起きたんだろうな、異変。あー、来たー！電車の色が違うね。ちょっといい感じのやつになってる。モノレールっぽくなってるね。うん、てか、窓開いてね？なんか窓開いてねえか？近未来型になってる。で、電車は？ん？無音じゃない？気のせいか、これは。なんだなんだなんだ？え？本日はお座りいただき、ありがとうございます。長男時間をいただき、ありがとうございます。なに？なんか聞こえちゃう？この中から、たった1名だけが生き残る。デスゲームだ！開催いたしますそこのあなた、はい、逃げようとしても無駄ですよ。ダメ？ダメ？逃げられないの？もうここにいる時点で逃れることはできません。え、マジかよ。ゲームに強制参加ですマジか。俺もデスゲーム参加したかもしれない。第1ゲームを始めましょう。はい、何？それではまあ、なんかちょっと音楽なんか流しちゃって、あ、すいません。ちょっと勝手に放送を使わないでくれる？ちゃんとした施設なんだよ。怒られてる？放送でさ、音楽をこうやってラジカセで流して、いつの時代？ちゃんとうちの設備勝手に使うなら勝手に使うで、ちゃんと使い切りなよ。ほら、このボタン、そう、このボタンね、このボタンを押すと自分の指定した曲流せるからね。わかった？で、何やってたの？デスゲームっていう、
あの最後の一人に、ま、なるまで生き残る的な企画をはい、あのやらせていただいてます。めっちゃ怒られてるよ。心痛くなるな。なんか急に周りが逆さに。逆さに？あ、あれ？これでこの放送室も私一人だけになりましたね。最後の一人になったので、これでゲームは終了ですかね。あ、え？そうだ、業務に戻らなきゃ。お客様、不適切な音声が流れてしまいました。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。引き続き安全に努めますので、当鉄道会社をご利用いただけると嬉しいです。皆様のご利用、心よりお待ち申し上げます。デスゲームに勝ったやつがいる。結局デスゲームに勝ったやつがいる。え？開催者やられた、デスゲームの主催者。めっちゃ怒られてたしさ、普通にやられたな今。結構長々とやってたね。あいつ1、2分ずーっといった。異変が長え。さっきの異変で結構集中力切れちゃったかもしれないな。なんかその大きい異変に来てくんないとちょっと気づけないな今。あ、これだ、これこれ、よかった。20年5月12、今日も買えなかった。13、今日もだけだった。24、今日も買えなかった。30、今日も買えなかった。10、いつか帰りたい。12月31、今年も買えなかった。7月20、ラーメン食べたい。6月1日、助けて。あははは、4年前から着々となんかメモを残してたやつがいる。これあれかな？そう、駅員さん？そう、駅の人のダイイングメッセージみたいな感じかな。そう、駅に取り残されたつうかさ、こっから出られなく、もう残業しすぎて、こっから出られなくなった駅員さんの文字かな。さっきのデスゲームに勝ったやつかな。いやー、よかった気づけて。これなら分けやすかったからね。今の状況にちょうどよかった。だってあれってか、なんだかんだ言ったら、あれですら気づけなかったかもしんないからね。正直。見逃そうとしたからね、さっき。あぶねえ。ほいほい。まあ、気を取り直して探していきましょう。なんか同じ異変起きないから、ん？なんか電車ちっちゃー！あはははは！これですね。よかったー。分けやすい異変が連続で起きてくれて。よしよし、進んでいきましょう。はい、ありがたい。なんか、同じ異変起きないからね、あんまり。全部の異変が起きるまで重ならないとかそういうやつかな、異変が。お前があの文章書いたかな？ここに4年前から取り残されてる？もしかして。ありえるね。あの、2番線のサラリーマン、こいつの可能性あるな、全然。あ、待って、色が違う、椅子の。危ないや、気づけなかった。割と馴染んでる、緑の椅子は。ちょっと濃いよね、これ。椅子こんな濃かった、濃くなかった気がする、さすがに。8! EXIT 8! 今回は？なんだ、メグも、OK。電車は？うん。電車はまあ大丈夫そうだな、うん。はい。はい。はい。うわ、大丈夫か、これ。やばい、異変がわかんない。あー、大丈夫かな、これ。突っ込むの怖え、こん中。うわー、いけー、いけー、うわー。いやー、間違えたかー。どこが違ったかー、なー、ほんとに。ほい、ほい、ほい。異変、異変。海の手線、ドアが閉まります。ご注意ください。電車来てなくない？あれ？電車来たんか？あれ？え、電車来てないよね、今回。気のせいかな？あ、多分異変でしょ、これは。バグではないと思うんだよな。
ちょっと呼んでみていい？もう一回。来るか？来ない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 。これ異変だ異変。はいはい、よしよしよし。よかった。これで引き返すと、4！ よーし、だってもう結構、鳴らしたらすぐ来たもんね、これって、ほら。あ、来た！これは遅延してるね !40、長っ、長っ、めっちゃ遅延してる45、49。うわー、わかんないなー、これ。いやー、行きたくねー！異変なしに突っ込むのが一番怖い！いやー！どうだ？うおー！おお、あー、歩きすぎ歩きすぎ、いいねいいね、こういうのこういうの、はいはい、じゃもうこいつもビビっちゃってるもん、うわうわうわって、え、こんな人いる、こんな人いる、まあでも通勤時とかこんな人いるか、普通に今まで一人見ないたから異変に思うだけで、割とこういうの当たり前の風景だもんな。ん、なんか喋ってる。一緒なんか喋ってん、またあれか。あ、待って、なんか、え、おおおおおおお、危ねえ危ねえ危ねえ、うおお、危ねえ、気づけてよかった、走ってきてる、おおおおおおお、同じとこ走ってる、危ねえ、あははは、俺が追いついたよお前に、怖っ、怖い怖い、捕まったらどうなんかな、大丈夫か、あ、大丈夫だ、うわー、ドキドキして今、怖え怖え、こんな気持ち悪い声だったのお前サラリーマン、無表情で追いかけられるのってほんと怖いね。ん、なんかやってる、あ、待って、もしかして、あはははは、来たー、なんで帰れないんだろう、こんなに家に帰りたいのに、前回2番線の時と同じだこれ、こんなに、うわー、リバイバルじゃん、なんで帰れないんだろう、あれ思い出した、大江戸線だ、大江戸線、うん、なんで帰れないんだ、今日の仕事全部終わらせたのに。やっぱりお前の異変、お前が書いたやつなんか、あの、ダイイングメッセージは。ダイ、死んではないけどさ、やっぱりお前のやつだったんか？ 4 年前からずっといたんかな？やっぱり、あの大江戸線から。もうこのずーっと地下のやつから戻れなかったんだ。ゴミ箱にもない、ない。おお、落ちた、気持ち悪い、え、待って、え、待って、動けない動けない動けない、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、ああ、そんなことあんの？普通に雲に捕まって今、でっかい雲に。え、これアウトだったんかな今の。アウトだ。うわ、初見越しすぎるなあれ。うわ、え、やっと異変、なんか、自販機異変起きたと思ったら、これなんかもう倒れてた気がするんだけど、俺が見た時にはもう。音、後から来たよね。音遅れて聞こえたよね。一国道だったよね、今。電車、広告 OK。また捕まった！いやー！来ないでー！おいおいおい！これ逃れる術が欲しい。危な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 危ねえ！気づけてよかった、連続で雲来たよ、お前。どこにいたっけ、あいつ。この時点でぶっ殺したよ、お前。に、おい、おい、そんなお前、はめることある？そんな連続でお前。危なぁ。ああ待って待って、クラクラ、え、なになに、え、なに、普通にアスレチック始まっちゃった。あはは、え、なにこれ。これ、そうだよな、多分避ければいいんだよ、この罠を。え、え、オッケー、これで。ここはちょっと危ないなぁ。タイミング、タイミング、今、ああ、ダメだ。今か、今、危ねえ、おい、死ぬぞ、お前、死ぬぞ、あ、え、こいつのタイミングでいけばさ、当たんねえわ。綺麗に避けてった、あいつ。ほら、行くよ、ほら。前から来るやつ、ほら。
サラリーマンの、その、ちょうど歩きのタイミングが、この罠を避けるタイミングなんだよ。ほら当たってるわ全然当たってるわ当たってるじゃないか、お前。ああ、おい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 、そりゃそうでまだこっち側にもいたんかい、なんか怪物いたよね、今。二段構えかよ。これで、このタイミング。よし、来た。この後なんだよ。この後普通に怪物いるのよ、この、ここに。ああ、危ない！危ねえ！ほら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 ！なになに？気持ち悪い、気持ち悪い。やっぱ気持ち悪い。前回の登場のキャラでしょ、これ絶対。あっぶねえ！気持ち悪い！あはははは！よーし！で、これ、待って、F、F、あぶな！入った後、F 押さないといけないからね。普通にやられる可能性がある。なんか監視カメラにさ、あれ？気のせいか？監視カメラにだけ人いるな、今。よーく気づけたな、これ。あぶね、やっぱこっちにも異変起きるんだね。よかった、ちゃんとここ見といて。はい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 。あれ、おーい、ちょっと初対、もう、初見越しすぎるって、それ。ちょ、ここに、ここへ、ここ。ここで押されるのダメでしょ、あれ。おい、お前、おい、おい、あれもダメだよ。ん？ん？なんかいるな。何あれ、スーツ姿の人、スキンヘッドのやついる。何これ、あはは、これあれじゃない、あの、逃走中のさ、あの、最初のオープニングのゲームじゃん。これ押したら走り出すんじゃないの？あ、マジで？マジかよ！待って、え、これ、え、ね、待って、下に時間ある、下に時間書いてあるって、出れなくなってる、出れなくなってる、普通に逃走中始まってる、あははははは、普通になんか始まってる、え、まあ、3人だけだよね、追いかけているの。2人は、2人は大丈夫。待って、大丈夫これ。来てる、あ、でも一人だけやってる、ちょっと待って、ちょ、なんか言ってんな、危ない危ない危ない、でもこっち側から来たら終わる、捕まってしまったじゃねえよ、お前無理に決まってんでしょ、ここ二手に分かれたらそれは逃げらんないよ。なんかちょっと沼っちゃってるな、多分ね、異変、なんかすべての異変に気づくまで、同じ異変が起こりにくいとか、多分そういうやつなんだよ、これ。だからかわかんないけど、多分俺が気づいた異変が起こりまくってて、その、めちゃくちゃ沼ってんだよな、今。これってペットボトル缶瓶って内側じゃなかったっけ？これ。そう、多分そうだったんだよ、確か。なんだっけな、え、そうだよね。で、ま、だって端っこが、あ、真ん中差しか、あ、どうだったっけ、いや、確かそうだ、ゴミが外側だった気がするんだよ。俺の覚え的に。大丈夫だったよね。大丈夫だ、大丈夫。はい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 。これ音程難しいな、ようやく多分、ああいう、あれが起こりまくったんでしょ、これ、ほら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 。もうちょっとで多分全部回収できると思うんで、そうしたら多分他の異変が起きるんだよ。多分あと残ってる気づきやすい異変がどれだろう。これだえ、これ戻れたっけ、あー、そう、戻れ、マージか、これちょっとどうしよう。逃げ道考えないと。これ逃げないと、一生これに襲われまくるし、あともう一人、あの、ちっこい怪物いんじゃん。あいつにも襲われるっていうのを、あれクリアできないんだよ。あれもちょっと考えないとな。ちょっとこいつは一直線にしよう。じゃないと、分かれちゃう。おい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 。これで、あ、ああ、うわあ、はい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 。ちょっとこれもうなんと、多分これが最後なんだろうな、もしかしたら。あっぶね。これと、あとあのキャンに襲われるやつが多分残ってんだと思う。ちょっと、でもこれあまり走りすぎると、分かれちゃうから、こう。待って、ちょっと今のはアウトだったか？これで、どうなってる今。うわぁ、これ、こいつは二手になるんだよな。いや、じゃあ、ちょっと遅いやつがいるんか、足が。
これ最後の方ちょっとピンチ。この遅れてるやつをどうにかしないとダメだ。ダーモー！お前足来たろ！お前分かれんな。あ、来たー。ハイスペースの、ちょっと30秒ぐらい前だよ、今起きたの、これ。最後起きたの。これどうしよう、ほんと。これ厄介だなー。ここで10秒稼ぎたい、まず。ここで10秒稼いで、はいはい。で、次こっちだ。次こっち行って、あいつらが分からないことを祈んないとな。こいつは大丈夫だよな。俺も信じるよ。背中、危ねえ！大丈夫、分かれてない、今。新たに2体解放。あ、来た！もうこれはいける！これはもういけない。こうか。はい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 。待って、全員追いかけて、全員来る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 。やめて！来た！来たー！危なー！おい！はぶんねえ、最後。お、ここにいたんか、全員4人。この1人が危なかったな。ああ、セーフ。この2手、もうなんか全員がそう、分かれていくのが危ない、この空間で。この狭い空間でね。大丈夫か？あれ、なんか気づいたやつがあんな。やばい。気づいたやつが残ってる。気づいたやつが残ってるせいで、もう、やばい、これ、ほんと気づかないと終わんないな。その異変しか来ないんで、多分もう、残ってんのが。残ってんのが、それか、あとこれ、あー来た！あぶ、あ、出た出た出た！あぶねえ！よかったー！セーフセーフセーフ！これで OK！ これでもう戻ろう来た！でも残り一つ残ってんで、多分、俺が気づいたやつが。ちょっと同じ異変、その一回やった、クリアした異変が来ないと安心できないな。うわ、どこだろうな、マジで。これもうどこなんだ、ほんとに。あ、これだ！あ、これ、え？これ緑だったよね、下。え？だよな。ちょっと待って。戻って、あ、ほーらほ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 ら、そう、スイカみたいな色なんだよ、これ。スイカこんな感じだったっけ？でも、ニューデイズって確かこんな感じだったよね。よかった！来た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 ！これもう全部行ったんじゃないか？これ最後でしょ、絶対俺が気づいてなかったやつの。ちょっと同じ意見来い、同じ意見。一回ね、その、これってもしかして、そういうことかと思って、こっちに引き返しまくったことあったのね。で、それで多分ね、一回、もう結構異変は開始したんです、そのターンで。で、残りの多分一つ二つがあれだったと思うんで、もう大丈夫だと思うんだよな。起こんないと思うんだよ、その、起こないっていうかまあ、一度起きた異変来ると思うんだよ。気づいた、俺が本当にね、回収しきってればね。あ、びっくりした！あれか？もしかして。あれかな？もしかして、そういうこと？え？これで、ちょっと同じ異変起きてくれれば、確定なんだけど、違うか？あれで最後じゃないか？え、多分あの、おじさんが電車の上にいる異変、そうだよな。ここってなんかあったよね。消火器あったよね、ここ、そういや。消火栓っていうか。火災報知器あったもんな、ここって。おいおい、これか！結構大々的になくなったな。待って、これが最後？違うか？ちょっと同じ意見来てくれよ、ほんとに。あ、そう、これ。はい、はい、はい、はい。待って、まだなんか残ってんなぁ。どれだぁ？どれ残ってる？ちょ、待って、ほんとにきつい。そう、これ、そんな時間が経つことに難しくなるゲームだったんだ。いや、きつい、ほんとに。ダメだ。え、どこ？あ、これだ、これ、待って。少ない。路線図が少なかってる。これ、さっきあれ、いや、もうこれ、いや、これじゃない気がすんな、残ってやつ。俺が気づけんかったやつ。まだあと一つ二つ残ってんな、絶対。ん？ん？拳銃が落ちてる。待って、え、なに？なんか普通に襲ってきたんだけど。え、どういうことえヘッドショット。
これで終わりか？ねえ。なあ、なあ、なあ、なあ。これ全部回収したか？俺。こいつは効かねえ。もうそれだけは心配だな。でも衝撃でもうすごいと思うけども、全部回収したかどうかだけは心配。そうしないと同じ異変が起きねえんだ。全部回収しないと安心してプレイできないんだよ。これだけじゃなかったよな。これだけだったっけ？ちょ、戻ってみていい？これで合ってるかな？一応合ってる。だよな。なんか、ドーン。ドーンって音あったよな。おー、びっくりした。あ、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 あ！さっき、なんか、サラリーマンいっぱいいたじゃん。あの異変ちょっと一回起きたことあんだよ。そう、無言でやったから多分動画残ってないと思うけども、あれ、一回起きたことあんだよ。あ、そうそう、これこれこれ。ということは、一周したもしかして。あ、来たー！おー！やっと一周したこれでやっとちゃんとプレイできる。これでクリアが見えてきた。もうね、あれ、もう、同じ異変起きないとさ、なんだろう。もう、自分の意識以外の気づいてないとこしか残ってなかったからさ、すごい沼っちゃった。ああ、よし、これで、ちょっと覚えてるかな俺一回起きた場所。まあ、一回その何も考えず、その戻った時もあんで、その、多分遭遇しない部屋あるんだよな。だからそういうのちょっと注意しながら行こうか。これで、これで報われる。今までのやつを見れる、出てくるから。で、今回は多分起きてないな。うん。はい。よーしよしよし。あら。よーく見なくても気づける異変が起きるってなると、安心感が違う、本当に。いやー、よかったよかった。来たー！こういうのね、こういうの。いやー、懐かしい、この異変。はいはい、これね。炎が来るのよ。うわ、遠い景色やったな、これも。あんな異変もあったなー。懐かしいわ、なんか。あー、びっくりしたー。久しぶりにこれ起きたからすんごいびっくりした。あぶねえ。これ待って、その後、これあるよな、これ、出てくるよ、確か。で、確か化け物が出てくるから注意！はーい、オッケー！二段構えなんですよね、これは。いやー、一度起きた異変がもう一度起こるってこんなに幸せなことなんだね。あ、これこれこれ、来たー！で、次の出口10をクリアしたら多分クリアだよね。いや、大丈夫かな？ちょっと最後、めちゃくちゃ確認しよう、本当に。ここで、まあ、異変を見分けられたら、まあ、クリアだよね？はい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 。大丈夫。あっち側、人。あっち側。あっち側も大丈夫だな？ここは本当に、くまなく確認しよう。大丈夫、大丈夫。多分今回も同じもう異変起きないんだよな。一周したらまた。だから一度見たところ、あ、でも、わかんない。それはまだ確定じゃないか。はい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 。大丈夫か。これ、こいつに襲われないね、今回は。今回襲われない。電車異変残ったやつなんだっけな。電車の異変は、あれか、上乗ったやつか。あれは今回まだ見てないけど、まあ大丈夫だね。はい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 。行くか？頼む！来たー！おーやっとクリアしたー！今回はすごかったなー！ 10 番多いねー、10番いやー、まさか仕様がそういうやつだと思わなかったなー。途中、その多分無言の時に、結構、その適当に突っ込んだ時あったんだよ。戻って。その時にも、1増えた時もあったんで、多分何個かは、まあ、気づいたりとか、まあ、見れた異変はあるんですけども、ほとんど見たんじゃないか？それ抜きにしても。いやー、苦しかったな、最後。いやー、3時間ぐらいやってた、多分。はい。それでは今回、3番線実況しました。まあね、前回の、
前作である2番線も結構面白いゲームなので、まあ、そちらも、まだプレイしない方がいたらね、ぜひ、プレイしてみてください。2番線は確か、いってー、手ぶつけた。2番線は確か7番までたどり着ければ、クリアだったんで、まず、今回よりは簡単かな？うん。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。んじゃ！バイバイ！